シーブが少し乱れました。強引にケムナー、日本は福田です。いや実に本当にリズミカルというか、あのうまい具合に噛み合ってますね、今日の日本は、ね、アメリカのメンバーチェンジはこれは少し遅すぎました、はい、認められません。もう少しタイミングが合ってるんだけれども最後力が足りないですね。よく言われるのが日本チームのブロックがもっと良かったら順位がまた一つ二つ違ってくるんじゃないかと言われますけれど、はい、そうですね、まあ、特にセンターのブロックですよね、はい、センターのブロックのというのはもう一番の鍵になりますからね。コップスを入れてきました。大林がサーブレシーブ、吉原ワンショットは上げますがアメリカ打てません。もう一回そこ、ここなんですよね、はい、ちょっとこの吉原が今日元気がない。11対7、ここからアメリカが追い上げを見せようとしています。4点差、福田がレフトから、おっとここはオープンに回しました。ワンタッチがありました。しのぎましたね、はい、今日はこの福田がコンスタントに、ね、当たってますからね、助かります。ああ中田とそれから佐藤が今表情が見えました。気持ちとしては当然出たい気持ちはありましょう。しかしあの中田といい、あるいは佐藤といい、これまで日本も引っ張ってきましたけれど、これからはあのまたバレーボールの別れをする人、それから新しくアトランタに向かって旅立つ人という、そんな中での今回のスーパーフォーバレーになっています。アメリカチームメンバーチェンジです。バトルを入れてきました。中村バックからケムナー上がりました。さあセンターからブロック2枚、バックライトからラリーの応酬が続いています。もう一回中村、さあチャンスだ。日本はどうしますか。ブロード攻撃アウト。そうなんですよね、今のなんか攻めてるとこだったんですがね、やっぱりねサーブレシーブでかなり吉原選手狙われてるんで、今日はもう自信なくしちゃってるんですよね。今のように普段普通通りやれば決まるっていうスパイクが決まらなくなるわけですからね。11対8、トスフェイント、もうあのトスフェイントをした時には相手のコートを見ずにスルスルスルッと後ろまで下がっていきました。中に自信があったんでしょ う頭の後ろの方にまで目がついてますから彼女は。これはコートの真ん中が空いてしまいました。第1セットと同じようにこの辺は第2セットの競り合いになりました。そうですね、そしてアメリカチームはまた日系3世の佐藤を入れてきました。非常にいいサーブを持ってます。10点以降というのは連続でミスをしないことですよね。きっちりとサーブレシーブ戻しました、はい、大林日本チームもメンバーチェンジですが、今のリプレイ第1セットと同じように両チームがあのレシーバーでこういうふうにサーバーとして入れてきました、はい、やっぱり10点以降点数が動かない場合は、おっとこれは名村のミス、はい、動かない時っていうのはこうしてね、あのピンチサーバー入れるんですけれども、ちょっと今日は今一つ冴えませんね。11対8、ライトに回ってスパイクです。もう本当にあの中村の場合もレフトオープンからだけではなくていろいろなところから打ちますので、はい、しかも自分が小さいっていうの分かってますからね、打つコースをきちっと考えてますよね。こちらもライトからです。13番はバトルです。あのオリンピックの時には予選リーグで当たりました。両チームがファイナルセットまで行きまして、あの時には日本が勝ちました。大林ナイスレシーブ、もったいない、これでサイドアウトです。佐藤がいいカバーをしたんだけれども惜しい。もうこの佐藤選手はお兄さんもね、そうですね、ピンチレシーバーなんですけれども、2人ともいいレシーバーですね。日本チャンス、あっともったいないですね。これはああいうちょっとしたところなんですけれどね、
またアメリカチームメンバーチェンジ、佐藤が前衛に上がってきたところでオーデンを戻しました。エレーナ・オーデンの妹の方です。3点差です。第1セットは日本が取っています。ナマラがレシーブ、レフトオープンから、ここは第2セットの一つのポイントです。決めた、ブロックアウトです。外側に向かってジャンプブロックしてるんでしょうかね。3点差から2点差になったところで日本チームがメンバータイムアウトを取ります。リプレイでご覧いただきました。キャッチが入ってサーブレシーブが入ってきたらちゃんと行ってるんだから、そっちのもんもっとレシーブやんな。強打の増しのほとんどないんだから。あと荒木田さんははい、バルセロナオリンピックの日本チームは十二分にご覧になったと思うんですが、はい、追い上げられてきた時の日本チームというのはどうでしたか。追い上げられる時というのは割と脆さが出ましたよね、はい、で逆に追い上げている時というのは非常にいいプレーをしてたと。ですから今2点開いてますけれども、あと1点いったらちょっとこのセットわからないなという、そういう感じですよね、はい。第2セット得点は11対9、アメリカがじわじわと追い上げてきていますがサイドアウトです。サーブ権は日本に移りました。ここで日本は吉原を戻します。そして第1セットに続きまして佐藤キャプテンを入れてきました。第1セットもそうだったんですが、バックのところからの佐藤投入になってます。はい、もう残念ながらフォワードは回れませんから、まあ、渋谷で頑張ってもらうしかないですからね。よし、上がった。その佐藤が上げました。そして大林、よし、中西がフォロー、頼みの綱のスプーン、はい、福田もいいじゃないですか今日は。いや、やっぱり福田よりもその前の佐藤ですよ。いちこさんがやるなら私だってっていう、そういう気持ちで福田持ったんじゃないですか、はい。オーデンのスパイクはアウト、アウトです。追い上げられた日本だったんですが13対9とここで突き放しました。突き放したところで佐藤キャプテンが笑顔を見せながらベンチの輪の中に加わりました。アメリカチームのタイムアウトです。ビスケビッチ監督がいろいろと細かいアドバイスを送っているようです。バルセロナオリンピックのメダリストを迎えて行われておりますワールドスーパー4女子のバレーボール大会、日本の初戦はオリンピック銅メダルチームのアメリカです。第1セットは15対13で取りました。第2セット得点は13対9です。日本リード。サーブ権は日本にあります。ケムラブロック2枚。本当にパイオニアファイターというか、開拓者魂を感じさせるようなスパイクですね、はい、ティムナーの場合は。日本は福田です。ブロック2枚、リバウンド、今度はライトで振りました。ティムナーブロックは3枚もついた。佐藤キャプテンレシーブ直接戻りました。ごめんねと今言ったんですかね、はい。13対10正面のボールでしたからね、はい。バックライトから大林肩に当てて戻しました。アメリカ中村好レシーブ、福田です、粘ります。さあ荒木田さん、はい、第2セットの大きな山場になりましたね、ね、ここはね。そしてここでサーブのいい高橋、まあ、第1セットは2本目で今ダブってますけれどもね、ここでいいところに打って1点取ってほしい。日本の前衛には中村と吉原がいます。バトルのレシーブ、ケムナーしかないでしょう、コートの真ん中空きました。これはもう絶対打てないボールですからね、日本チームが読まなきゃいけない。あんなにトスがネットに近づいたらいくらケムナーでもフェントしかできないですね、はい。さあこの後3秒に打つ、ボールが3秒以内に上がりました。3点差、ブロック2枚、日本は一つ飛ばしですね、はい。ずっとレフトで平行トスを打った中村が今度が、真ん中に
ここで切り込んでいって、ですからライトのブロックが間に合ってませんね。なるほど、はい、サウスポーの中西のサーブです。13対10と日本リード。ブロック、よし、さあチャンスだ。中西、吉原、大林、体を打ちました。タイミングをずらしました。日本が第1セットと同じように第2セットもセットポイントを握りました。得点は14対10、セットポイント。ブロック2枚、日本は決めることができるか。上がってる、上がってる。もう1回レフトから佐藤がレシーブ、中村が決めました。若い中村が決めました。第2セットの途中、ベテランの佐藤キャプテンも入れて、まとめ役の佐藤キャプテンを中心に若い選手で第2セットも取りました。 MIBB Super Bowl for Women。